三電交通、三電交通株式会社。三電交通は、山口県下関市に本社を置き、三電バスの故障で、山口県西部を中心に、路線バスを運行するバス事業者。山口県西部の下関市のほぼ全域及び、長戸市、三市、山陽野田市、宇部市のそれぞれ一部にて、路線バスを運行している。三電の名称は、かつての社名である。 三洋電気軌道、三電由来するものであり、1926年から1971年までは、下関市内で、軌道線、路面電車を運行していた、鉄道事業者であった。また、同社が、九州合併した長州鉄道は、三院本線旗部駅小串駅間の前身となる、路線を運行していた、鉄道事業者であり、同じく九州合併した長戸鉄道、長鉄は、 かつて尾月西市、豊田町間で京弁鉄道を走らせていた鉄道事業者でもあった。なお、名称が類似している順、大手市鉄の山陽電気鉄道、兵庫県や電気メーカーの三電ホールディングス、群馬県とは全く関連はない。特定の企業グループに属さない独立系のバス事業者であるが、1717 17年、京宝2年創業の醤油製造業、 大津屋を営む林や、林義郎元大蔵大臣、林義正農林水産大臣の出身一族による同族経営がやれており、長きにわたって林や出身者が幹部を務めている。地域市会社として下関市北部と長門市をエリアとするブルーライン交通がある。宇部市、山陽小野田市をエリアとする路線バス事業者の船木鉄道、船鉄バスは、 三電交通の持ち分法的要関連会ではあるが、地域市会社の扱いとはなっていない。また、貸切バス事業については大部分を分社化し、主に専業市会社の三電観光バスと、ブルーライン交通が受け負っている。東駅営業所は本社の隣接地にある。また、長戸文書、小月営業所の支所は、大見島内にある。かつては、中報道近く。 ミネシ州法庁秋吉広谷3506-2に、州法文書、山口駅近く、山口市東山2丁目58号に、山口営業所も存在したが、州法文書は、車両配置、営業窓口が閉鎖されバス待機所、山口営業所は、山口三電を経て、三電観光バス山口営業所となっている。旧州法文書は閉鎖されたが、待機所に駐在する車両はある。 以前は、全車山口ナンバーを取り付けていたが、2006年10月10日に、ご当地ナンバーの交付開始に合わせ、下関市内営業所配備の車両のほとんどが、下関ナンバーに取り替えられた。長戸文書配備の量は、山口ナンバーのまま。登録番号の数字部分は、山口ナンバー時代と同一の番号、希望ナンバーを取得している。国産4メーカー、三菱不送。 日野自動車、日産ディーゼル工業、ゲン、ドトラックス、イスズ自動車をすべて採用しており、ボディも西日本車体工業、富士重工業、純正が混在する。また年式によって、仕様が違っているものもあり、かなり車種が豊富である。一般路線バスの塗装は、屋根がベージュ色、走火帯がオレンジ色、車体下部が濃い緑色に、グレーのストライプである。 バス事業開始当初よりこの塗色を続けているが、新車中古車を問わずノンステップバスの大半は、今一式のボディカラーに、人と地球に優しいノンステップバスの鬼 STEP、バスと大きく表示されたデザインとなっている。ただし2013年以降に導入されたノンステップバスやボディ更新された車両などは、人と地球に優しいノンステップバスの表記が省略されている。ノンステップバスと、 とエーバスをはじめとする各社からの譲り受け者の大量導入により一般路線バスは全中費となった。トエーバスからの譲り受け者は車内後方の扉上部の出口の表示のもとに赤で矢印書き足されているほか稀に後方扉の扉が開くまでステップに降りないでくださいの注意書きの扉が開くまでの部分が消されているものも存在する。トエーバスは前乗り ご不利であるため、近年導入された各社からの譲り受け者及び、ノンステップバスの座席のシート地は、紺色に高速バス、貸切バスで描かれているものと同じ服、フグのイラストと下関のシンボルマーク、それに、下関の名所のイラストが描かれたものとなっている。ただし2012年に導入された下関230。 あ51から24号車以降の譲り受け車のシート地は一部の車両を除き変更されていない。1999年頃からドアが閉まった後と降車ボタンを押した際にアナウンスが流れるようになった。前車は発車します。ご注意ください。後車は次、止まります。危険ですのでバスが止まってから席をお立ちくださいというものである。 2013年4月よりノンステップバス以外の一般路線車の塗装を新塗装に変更する。東京芸術大学の学生を対象としたコンペにより決定したデザインで白地にオレンジ色の帯、青色の斜め線と水玉模様を入れ、オレンジ色は旧塗装のイメージを引き継ぎ、青色は関門海峡を表す。ただし既存車両の塗り替えは積極的には進めておらず。 当面は、新旧塗装の車両が混在する見込み。高速バス、貸切バスは福、フグのイラストが描かれたデザインの塗装である。イラストは1989年に、福福、大阪号を運行開始する際に初めて描かれたものであり、その後1997年、平成9年の貸切バスのデザイン変更時にも、アクセントとして同じイラストが採用された。 なお、同じ高速バスでも夜行用と中高用ではデザインが異なる。ラッピングバスが一般化する以前の1969年、昭和44年により、車体への全面広告を行っており、かつては車体ごとの塗装変更で対応。現在は、ラッピング技術の進歩により窓ガラス全体まで使った、かかりな広告が描かれることがある。高速バス、福福。 天神号用の車両にもラッピング広告が施されたものが多数存在する。2005年に参加の三殿観光バスが日本で初めて韓国製の観光バスダイウバス BX212H を導入した車体図色は他の貸切車と同一デザイン。三殿とダイウバスに資本関係はないが社長の林光介は中心者関韓国。 名予想領事を務める。2008年4月5日より、下関市から委託を受け、下関駅場か町長府間において、日本国内で唯一となる、ロンドンバスの定期運行、土日祝日のみ運行を実施していたが、老朽化や利用客減少を理由に2013年3月24日に運行を終了した。 山口県下関市と福岡県福岡市を結ぶ高速バス路線、中高20往復運行。3電では一時、福福、天神号の愛称を使用していたが、2014年時点では、愛称の設定はない。共同運行の西鉄バス側では、福福、天神号を経て、福福号の愛称を使用している。福岡の中心部である天神と下関市街地を、 直結する路線として運行を開始し、後に福岡空港経由の増便や博多駅発着の便、平日のみを新設している。全便において予約は不要だが満席の場合は乗車できない。3区パスが利用可能、西鉄便、三電便とも、にもかは2014年10月1日より西鉄運行便に限って利用可能。 両者の高齢者向け乗り放題定期券、三連交通のロングライフパス、西鉄バスのグランドパス65はどちらも提示により、運賃が半額になる。太地は停車停留所。山口県内、福岡県内のみの利用は不可。福岡空港は、第1代2第3ターミナルの順に停車。福岡空港は両方向第1代2第3ターミナルの順に停車。 下関市、山陽野田市、宇部市と山口宇部空港を結ぶ路線、空港連絡バス。山口宇部空港を発着する航空路線に接続して運行され、始発の山口宇部発東京便には接続せず、航空ダイヤに合わせて、ほぼ毎月時刻の変更が行われる。運行開始当初は、一般道経由の特急バス、現在も運行されている。 下関駅宇部中央間の一般路線バスの特急便扱いとして運行されていたが、2001年の山陽自動車道宇部下関線の開通に合わせて高速道経由の空港連絡バスに運行形態を変更した。空港連絡バスであるが、全便が空港近傍にある富士グラン宇部発着となっている。ただし、航空便の到着が遅れた場合はそれを待って出発するため、 空港前で長時間停車することがある。バスカードが利用可能だが、ロングライフパスは利用できない。太地は停車停留所。福福。大阪号は三連交通が大阪、神戸、山口、宇部、大野田、下関間に運行する夜行高速バス路線であった。三連交通発の夜行高速バス路線であった。なお、大阪側では急省である。 ふくふく、号と案内されることもあった。ふとじは停車停留所、神戸三宮伊藤のみ及び山口県内のみの利用不可。かつては新車の三菱ふそう、エアロクイーン M 純正ボディを専用車として充当していたが、後の専用車、三菱ふそう、エアロバス3台は貸切車にトイレ取り付け、座席交換、三列シート化などの改造を行ったものである。 冒頭写真参照。日産ディーゼルスペースウィングを充当されたこともある。なお、半球の充当車用は、夜行標準仕様の三菱不装、エアロクイーン M、西日本車工業ボディであった。2008年12月に、新車、三菱不装、エアロエースが入った。3列独立シート28人乗りで、右側中央にトイレがついている。 しかし開業時にあったマルチステレオ等の車内サービスは廃止されて、簡略されている。仙台の専用車、三菱不桑エアロバスは、貸切車に戻る現在は、埼玉県川越市のイーグルバス及び、兵庫県笹山市のサンシャインエクスプレスが所有しており、これらの事業者が運行する夜行高速バスで使用されている。運行開始当初より、重道車両には、 フグのイラストが大きく描かれており、このイラストは、その後、貸し切り車両や、中高高速バス路専用の車両にも描かれるようになったほか、一般路線車のシートにもデザインされるようになった。フクフク、東京号は、1991年から2006年にかけて、東京都と山口県を結んで運行されていた高速バス。運行末期は、交通と、 中国 JR バスとの共同運行であり、JR バス側はドリームフク,フク号の愛称を用いていた。日本屈指の長距離高速バスであり、2階建て車両の導入など様々な先進的取り組みを行った路線であった。福福広島号はかつて広島県広島市と山口県西部を結んでいた中高高速バス路線の一つである。 山陽自動車道宇部下,下関線の開通に合わせ、中国地方最大の都市である、広島市と山口県最大の都市である、下関市工業拠点都市である、宇部市、山陽大野田市を結ぶ路線として利用が期待されたが、路線開設からわずか4年余りで廃止となった。当項目では、主に廃止時点のデータを表記する。1日6往復、予約制。 座席指定であった。太地は停車停留所。広島、山口両県内のみの利用はできなかった。四列、シート、トイレなし車両で運行。宇部、小野田小倉線。宇部、小野田小倉線は、かつて、山口県宇部市、山陽小野田市と福岡県北九州市小倉北区を結んでいた、中高高速バス路線である。中高便1日6往復が運行されていた。 2003年7月19日に三電交通と西鉄高速バス北九州市社との共同運行により1年間の試験運行の形で運行開始したが西鉄高速バスは試験運行期間終了前に撤退した三電交通ではその後も運行を継続し試験運行期間終了後に正式運行としたが2012年5月31日を最後に廃止した 山口県共通バスカードが利用可能だが、サンクパスは利用不可であった。太地は停車停留所。宇部中央山陽の出し役所前乾燥後、及び砂津室町乾燥後の利用不可。運行開始以来、貸切車用、伊豆図スーパークルーザーを乗り合い用に改造し専用塗装を施したものを用いていたが、その後は福々。広島号の廃止などにより生じた余剰車用。 日産ディーゼル、ジ、ゲン、ドトラックススペースランナーウーア、西高 E が運用された初期の車両は貸し切り車両の塗色に戻されている。末期には、日産ディーゼル、当時、ゲン、ドトラックススペースランナー RA、西高 EE を新規導入している。廃止後は、日産ディーゼル、当時、ゲン、ドトラックススペースランナーウーア、西高 E は2台が東駅営業所で、 下総合支援学校のスクールバス1台が、彦島営業所で貸切車となった、すでに廃車済み。新規導入した日産ディーゼル、当時、ゲンドトラックススペースランナー RA、西高 EE は、下関福岡線に転用され、福岡線に新車、伊須津ガーラが導入された後、下関総合支援学校のスクールバスに再転用された。下関市から、 北九州市も軸を経由して北九州空港を結んでいた路線。2011年3月31日限りで廃止。現在は三加の下関三電タクシーが予約制乗り合いタクシーを運行し代替としている。下関山口線、下関山口線は山口県内の下関市、三根市、山口市を結ぶ中高高速バス路線であった。 山口県最大の都市である下関市と県庁所在地山口市の間には、もともと山陽急行バス、現三電観光バスによる宇部経由の急行バス路線、さらに以前は下関市山口市萩市間の超特急バス路線だ。三電交通への移管を経て、現在は廃止が設定されていたが、両市の間を大きく迂回して結ぶ路線であったこともあり、 中国自動車道の開通を機に漁師を直結する路線として検討され、運行を開始した。一時は日中毎時一本ずつの高頻度運転を行っていたが、経営改善のため大幅減便が行われ、末期は4往復の運転にとどまっていた。バスカードが利用可能だが、3区、パスロングライフパスは利用できなかった。なお、かつての超特急バス時代は、 当時珍しい空調や空気バネ、リクライニングシートを装備する現在の高速バスに近い設備の車両が使用されていた。また、ワンマン運転でプラスチックカード式の整理券発行機を備えていた。利用低迷、燃料飛行等などの理由により2014年9月30日をもって路線廃止となった。太地は停車停留所。一部を除き自由乗降可能。 予約不要でバスカード使用か。下関山口専用に新規導入された、日産ディーゼル、当時、ゲン、ドトラックススペースランナーウーア、西高 E で運行されていた。末期は、北九州空港エアポートバスの廃止により生じた、余剰車用、日産ディーゼル、当時、ゲン、ドトラックススペースランナー RA、西高 e で運行された。 路線廃止前に日産ディーゼル、当時、ゲン、ドトラックススペースランナーウーア、西高 E の2台は、上空港エアポートバスに転用されうち1台が、下関総合支援学校のスクールバスに、再転用されリの1台もスクールバスに、再転用された。北九州空港エアポートバスから転用された、日産ディーゼル、当時、ゲン、ドトラックススペースランナー RA、西高 EE は、 宇部空港エアポートバス再転用された。2016年に導入された系統番号は、市内循環、山の田循環、丸山循環以外は、下関駅、バスターミナル乗り場番号連番の2桁が基本で、経由値違いは、末尾アルファベットで区別。準急便は100番台、下関駅を経由しない路線はプラス200もしくは、乗り場番号を略した1桁が基本。従って、 路線が重複しない限り同伴となるケースが存在する。また、一方向にしか運行されない系統もある。三電交通は、バス事業、乗り合い自動車運送事業のほか、直営事業として以下の事業を行っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。